ホルベットは軍艦の監修の一つ。時代により様々な任務や大きさの軍艦に対して使用されてきたが、概ねフリゲートよりも小さい規模の公用艦に対して用いられる。現在ではアメリカ海軍協会のコンバットフリートでは満載排水量が1000トンより大きく1500トンより小さい水上戦闘艦と定義している。これは要するに フリゲートの小型版としての扱いであり、ヨーロッパで一般的なフリゲートより小さく、小海艇より大きいという定義とは、祖語を聞かすこともあり得ると中期されている。一方、ジェーン海軍年間では、上記のヨーロッパ式分類に順じて、ヘリコプターを搭載する艦はフリゲート、それ以外の艦は、小海艦艇のカテゴリーの中の小分類として扱われている。また、 国際戦略研究所の年報、ミリタリーバランスでは、満載排水量500から1500トンで、懲海艦艇よりも重武装の戦闘艦をコルベットと類別している。搬送コルベット、混合、コルベットという単語の語源は、カゴを意味するラテン語のコーベスであると言われている。ローマの貿易船は見張りのため消灯にカゴを吊るしていたことから、コービタスと通称されていた。 例えば中世にはコルビスタは一本マストのガレー線を指していた。特にスペイン語では B と V の発音は混同されやすかったことから、これらがフランス語に導入される際にコルベットと変化したものと見られている。近代軍艦としてのコルベットの元祖とされるのは、フランス海軍が1674年に浸水させた大型バークであるラ・コルベットである。これは、 小型のフリゲートというべきもので、従来の艦は4本の砲4門を積んでいたのに対し、同艦では8門が搭載されていた。17世紀最後の10年間でコルベットは大型カット砲の増備を重ねていった。1696年、フランス海軍はコルベットを大型バークの海分類として採用し、1746年には大型バーク全体を表す艦種名に変更した。 上記のように、コルベットとはもともと貿易船を表していたものが、軍艦へと導入された名詞であることもあって、イギリス海軍のスループと同様に、非常に広範な艦種を表すようになっていった。18世紀には、戦闘コルベット、通報コルベット、そして貨物コルベットの3種類があり、例えば戦闘コルベットは、イギリス海軍の20から24門艦におおむね、匹敵した。 東急制度では六等艦に相当し、艦隊決戦ではフリーゲートと同じく戦列には加わらず、通信の中継や損傷艦栄光などの補助的任務に当たっていた。また上艦板の上の構造物がほとんどなく、風通しが良かったこともあって、熱帯、亜熱帯の植民地にも多く配備された。強力ではないが、一応の戦闘力も備えていることから、 対反乱作成や砲艦外交でも使い勝手が良かったものと見られている。このように大陸ヨーロッパではコルベットというカテゴリ名が普及していたのに対しイギリス海軍では依然としてスループが広く用いられていた。これらの艦では海員が艦長として任ぜられていたが1817年には24から36門搭載の大型スループがフリゲートに類別変更され、 直任艦長が艦長として任せられるようになった。これらの艦は当初はドンキーフリゲートと別称されていたが、後にコルベットと称されるようになり、1854年には正式の艦種名として採用された。しかしこの頃には白洋蒸気機関が普及し、規範船の時代となっていた。このように帆から推進機に変わっていく流れの中、搬送に基づく。 従来の類別法とは異なる名称が望まれるようになり、1878年、イギリス海軍では既存のフリゲートとコルベットを巡洋艦に類別変更した。1930年代後半より、イギリス海軍では戦時に備えて極地防衛用の沿岸警備艦艇の急速建造についての研究に着手しており、捕鯨船をベースにした対戦艦艇を開発した。 これは当初、単に対戦捕鯨戦と称されていたが、1941年1月3日、フラワー級コルベットと解消され、近代におけるコルベットの端緒となった。また既存の沿岸スループもコルベットと称されるようになった。第二次世界大戦後、イギリスではコルベットという故障は消滅したが、世界的には主に近海用護衛艦を指す故障として、 広く使われるようになった。西側諸国での戦後型コルベットの先駆者となったのが、イタリア海軍とポルトガル海軍であった。イタリアはまずアルバトロス級を建造し、ピエトロディ・クリストファロ級に発展させたほか、オランダ、デンマーク、インドネシア、さらにアメリカを介して、タイやイランにも順動警官を輸出した。一方、ポルトガル海軍では、 まず簡易的な装備で建造されたジョアン・コーチニョ級は植民地戦争で続いてより先進的な装備を施したバッティスタ・デ・アンドラーデ級は近海護衛官としてそれぞれ活躍した。また、スペイン海軍のデスクビエルタ級やフランス海軍のデスティエン・ヌドルブ級などもこれに反を取ったものであった。また、ソ連海軍でも従来の苦戦艇よりも有力な近海用。 対戦艦として204型を端緒として小型対戦艦の整備に着手し1124型などを建造した。これらのうち 1241.2P 型は1241型大型ミサイル艇から派生させる形で開発されるなど技術的には小型対戦艦と大型ミサイル艇、小型ミサイル艦の系譜は近くなっていた。 艦隊艦ミサイルの発達とともに、これを主兵装とした高速戦闘艇としてミサイル艇が登場した。しかしこれらの配備という点で先駆者に当たるソ連海軍やイスラエル海軍が初期に収益させた205型やサール級のような200トン級の艇では対抗性や基地依存性の面から活動海面が限られるという問題があった。このためもあって両国とも順次に ミサイル艇の大型化を進めていったほか、ソ連では、さらに大型化して、股間防空ミサイルも備えた小型ミサイル艦として1234型も整備しており、こちらは、西側では、コルベットと称される。また、イスラエル海軍でも、後には、股間防空ミサイルに加えて、ヘリコプターの運用にも対応した、サール小型コルベットへと移行した。ペルシア案では、 周辺諸国の正常が不安定で、対テロ作戦なども求められることから、ミサイル艇よりも汎用性が高いコルベットが好まれる、傾向がある。また、バルト海でも、ほぼ全域が航空機の行動範囲に入っていることも、あって、ミサイル艇よりも優れた、防空力を備えたコルベットが配備されるが、特に、スウェーデン海軍のビスビュー級は、思い切ったステルス艦化によって、 生産性の向上を図り、注目された。コルベットとして計画された、トゥールビル球場機のように、搬送コルベットは、巡洋艦の前任者にあたり、むしろ単語のニュアンスとしては、巡洋艦に近いものと考えられていたことから、大型駆逐艦を、コルベットと称する場合も、稀にある。例えばフラワー級の登場以前の1935年度計画で、イギリス海軍は、 巡洋艦の任務を肩代わりできる駆逐艦の建造に着手したが、当初はこれをコルベットやフリゲートと称することも検討された。ただしこの時点では監視故障として廃止されていたことから、これは実現せずトライバル級と称されることになった。また、フランス海軍では1960年代に計画していた大型対戦艦を当初はコルベットと称しており、 1965年度予算で、建造したプロトタイプは C-65 型、1967年度予算より、建造を開始した量産型は C-67 型、またその改良型は C-70 型と呼称された。しかし後に、これらの艦の監視故障は、フリゲートに変更された。また北、大西洋条約機構によるペナントナンバーでは、 いずれも当初より一貫して、駆逐艦を意味する D の監視記号を付されている。ありがとうございます。